黒木が追い越していく。その黒木へクロスが来た、シュート決まった。このワンタッチ非常に素晴らしかったですね。黒木選手もこれ中を見る余裕があったので、しっかり高橋選手を選んで、あと45分勝つかどうかは俺たちが握っているぞというロアッソ熊本大木武史監督。左足狙ってきた、決まったなので、まあ、1本目は浮いてポストバーに当ててるので、次三島、杉山、動きを見て、三島選手は本当今日パスが冴えてますね。素晴らしかったです。